クライサスプレニアムアパシティフォーリアムズ版。猫のメソウ属は、雪の下かに分類される植物の属である。猫のメソウ属植物の花は、小さいが複雑な形の花女が目を引く。小型の植物が多く、花は小さくて花弁がないが、額が花びらのようになっていたり、包容が広がって、花のように見えたりと種によって様々な形を持つ。 他の花が咲くより早く咲くものも多いこともあり、小さいながらも人目を引く。日本には多くの種があり、さらに種内の変異も多く、同定は難しい場合がある。学名はクラソスとスプリンからなり、属のタイプ種が黄色い花や包容を持つことと、秘蔵の薬として用いられたことによるという。または名は果実が熟した時に日本の花中を突っ切るような割れ目を、 生じて開き、この形が猫の目のようであることによる。ただし、牧野はこの和名は、上記の理由と説明をつけつつも、発想のもとは、猫じ目腫れそうという感銘によるとし、またそれにあたる植物が東大草であると述べている。なお、ここの和名では、猫の目相を猫の目と略する例がある。小柄で、全体に、柔らかな多年生の草本。そうで茎や手話を生じて、 無性生殖し、往々に群生する。葉は誤生または耐生し、単葉で、柄があってくよ葉はない。花は、両生下で小さく、周産化剰をなし。化剰には、養生の度がある。学頭は、脂肪と合着して肺状、または、ロート状をなし。学列片は4個あって、これは、花子も残る。花弁はない。多くは、花盤が発達する。 おすしべは8個か、稀に4個あって、学頭の周辺部についていて、花糸は針状、薬は赤か黄色で2室からなり、底面で花糸とつながる。脂肪は、貝から上位まで多様で、二芯側からなり、それぞれ1室。果中は2個。果実は1日果てで、割れて内部の種子を放出する。その形は、さすまた状でやや扁平、双方の果中の間で劣開する。 家中の先端は、くちばし状となって、直立から外向きに開く。種子は、タスウーあり、楕円型から卵型で、厚みがあり、0.5から1.5ミ、mm、リメートル。種皮は厚くて表面が滑らかな例もあるが、隆起した乗船や、入頭状突起などを持つ例が多い。この群は同定の難しいものが多くある。理由はいくつかあり、地方変異が多いこと、大きさや葉の形などに、 変異の幅が広いこと、種の区分を細部に頼っている例があることが挙げられる。さらに同じ個体であっても、開花の後に茎が急激に伸びて、姿を変える例、それに応じて、学編や法用の色も変わり、開花時には様々な色を呈して、世界に約60種があり、ほとんどは北半球の温帯から寒帯域に分布するが、南アメリカの南部に2種が隔離分布している。 最も種数が多いのは、東アジアからヒマラヤにかけてで、約30種が分布する。日本には19種あり、そのうち11種は固有種となっている。なお、19種のうち1種は2018年に新種記載されたものである。種の判別には、まず葉が5生か大生かを見る。これによって猫のメソーをシセクト、クリスプリーニアムと、 山猫のメソオブシセクト、ナフレフィロイズを分ける。また、種子の表面の模様も重視される。なお、日本には、山猫のメソオブシのものは4種しか分布しないが、ヒマラヤや中国では、多くの種に分化している。以下に、日本で知られている種を挙げる。若林、P278 若林、P278 巻きの、P235 以下、種として、佐竹ほか、 P157 佐竹ほか、P157 から161若林、P278AB、海底審判日本の野生植物にピアニッシュも、200から 209AB 鈴鹿ボタン、米倉孝二、梶田正、BG プランツ和ミ学名インデックス若林、P280 佐竹ほか、P157 から161、ありがとうございます。